はい、えー。皆さん、こんにちは、えー。ユニタイムズ講演会、夏、第1回目の放送になります、えー。それであの、ちょっとですね、今日はいつもと全く違った感じになるんですけども、えー、いわゆるその映像なしでと、ちょっとこのカメラの方がどうしてもこう、調子悪くて、まあ、 まあ理由で、まあ、ちょっと音声の方もあんまり、えー、よくない感じかなというみたいですよね。えー、まあ、ただ、えーと、そういう中で、ちょっとこの進めていく感じになりますけれども、ご視聴くださいというような、えー、しないかなという感じになりますが、えー ご了承ください。というような、えー、ことですね。はい。申し訳ございませんが。えー、それで、えー、今日の、まあ、内容なんですけれども、まあ、ちょっとこう、映像がないのでね、えー、まあ、ちょっとこう、寂しい感じでもありますけれども、えー、っとですね、あの、今日の、まあ、内容というのが、 ま,あまずはそうですね、えっ、ー、と、今2016年ということなんですけれども、まあ、今日お伝えしたい内容というのは、また後で、えー、説明いたしますが、その2016年まで、そして、えー、今、この日本、あるいは日本だけではなくて、えーまあ、全世界、 の、まあ、政治の動きとか、あるいはその、経済、あるいはあ、その中にあって、えー、人々の日常の暮らし、あるいは、まあ、生き方。えー、これがですね、もし、今のまま、えー、前進せずに、 まあその前身というのはですねんまあ簡単に言ったら今の思考方法って言ってもいいと思うんですけれどもまあ今の思考方法といいますか思考の状態のままでえもしこのまあ人類がということですのでまあの一人一人がということになるわけですけれども 変わらなければ間違いなく2019年これはまあ遅くともという感じですけれどもね2019年遅くとも2019年にはえまあ世界の今のこの動きの崩壊というふうに断言できるということなんですね。 で今2016年ですけれども今年の年を終えてそれから2017年2年目そして2018年3年目まあ早ければですね、まあ、この3年の中で日本の経済だけではなくて、まあ、世界のその経済そういったものが間違いなく終わって しまうだろうなとでそれがで終わってしまうのか、まあ、単なるですねあの経済破綻というような、まあ、そういうことだけではないということですで今日はですねまず初めにそ,その今のこの人間のあり方 まあそれらがあのそれらの延長線上にまあ政治経済というものがあるわけですからやはりあの根本ということを言えばまあ今の人間の在り方人々の暮らし方そこに大きなもうそれこそあの革命というほどに近いような大きな その変化というものがなければ2018年あるいは2019年までには今もこの世界の在り方っていうのが大きく間違いなく変わる、えー、それはあのいい方向に変わるということではなくて当然悪い方向に変わるはいまあかねて え、断言するということなんですけれども、で、まずその理由はなぜそうなのかということをお話しして、そしてじゃあ、どうしていくべきなのかということを、その後にお話ししながら、そして今日、皆さんにお伝えしたいことという内容を話していきたいというふうに思います。 はい。それでまずですね。えー、なぜじゃあ、あと3年。早くて3年。まあ、遅くとも4年ですね。2019年までに、そのような答とが起きるのか。あるいはそうなってしまうのか。という理由についてですけれども、これは、あの、当然、えー、まあ、その国際情勢っていうものの中から見たときに、 言えるとということですねですからこれは何もあの日本だけの話をしているわけではなくて日本だけが生き残る道というのは当然なくてまあ大人お隣で言えば韓国韓国だけが生き残る道っていうのもなくて、えー、要するに全部同じことですねロシアだけが生き残る道というのもなくアメリカだけが生き残る 道というのもないまあヨーロッパ各国,各国においてのそれぞれの国その中のどっかの国だけが生き残るという道っていうのはないということなんですね。でじゃあなぜそういうことが言えるかっていうことね。これは、えー、いわゆるその今国際情勢っていうことを少しお話ししましたけれども、えー、この世界をどう見るかっていうことも非常に重要な。 観点に、えー、なってくるわけで,すけれども、ね、でそのこの今の世界あるいは世界情勢っていうものを、まあ、どう見るか大体の場合が、えー、正しい見方っていうのが、まあ、できてなくて、まあ、経済的な側面だけを見たりあるいはこの政治的な側面だけを見たりあるいは日本、えー、国内に、えー、おいてはですね ところに最近、ちょうどあの震災から5年という日が経ちまして、再びまたそういう内容の報道というのも、こう、ありニュースというのも出てきましたけれども、そういうその原子力問題、原発ですね、原子力発電所、その問題だけを考えてみても、未来っていうのを、あるいは世界の動きを見てみること、当然できませんし、 あるいはよく言われているその TPP の問題のですね TPP の問題に対してどうこうっていうようなことを考えていても解決の道なんていうのは当然ないしそれだけを見つめて、えー、この未来に対する舵取りということをしていくなんていうことも当然ありえないわけですじゃあどういうふうに見ていかなければいけないかというと当然今お話しした内容っていうのは全部 認識、認識しなければいけませんし、そして今言った話というのは日本国内だけの話になりますけれども、その日本国内だけのことにしか手を向けていないとか、あるいはそこしか認識していないという中で、えー、本当の意味でのこれからの未来というものをただくしていくなんていうことは当然不可能なわけです。 まあなぜそういうことが言えるのかというのはそれはもうあの当たり前の話ですね、えー、普通の一般常識あるいは一般知識を持っていればもう誰でも分かることで、えー、今のこの日本の経済にしてもお、まあ、これからどうしていくかということをいわゆるその日本一国だけの問題として捉えていても解決の道というのは当然ないということわけです、はいえー、今ちょっとねあの話が ちょっとこう、まあ、膨らんでしまいましたけれども、まあ、その国際情勢っていうところで正しい見方をしていくならばですねもうこれはあの一目瞭然というわけなんですがそれがまず何かと言えまずと言いますかね何かといえばやはり大きな問題っていうのは中国そして北朝鮮その中でも特に中国でですねで今のこのこ中国という 国のの国情勢というものをまずは正確に把握しななけければいいいととうことですで物質的な観点からまず見た時にですねこの中国という国は、えー、その経済大国と言われるほどに、えー、かなり大きく成長してきましたそして誰もがですねまあ誰もがというのは違いますね まだまだあの多くの人多くの人でも違うかもわからないまだまだあの中国を正しく捉えていない人たちはですねこれから中国というのはものすごいところに行くぞというような感じで、えー、その日本を捨ててあるいはアメリカを捨ててこれからは中国だというようなその経済発展これからもますます経済発展を遂げて世界の中心になっていく 国国は中国であるというふうに見ている人がいればこれからお話ししようとしていることに対して正しく理解することは当然できません。はいさてそういう中でじゃあ中国はで実際に中国がどうであるかということはそれは皆さんがですねそれぞれがまあ、いろんなその方法を持って正しくその理解していく。 という確認を必要としますけれどもまず今あのこのユニタイムズという観点からですね、まあ、この立場でお話しすればですね今その中国っていうのはまず経済的にももう、えー、これ以上先がないというところにまで来ているっていう事実があるということですねでこれまでですね去年もおととしも中国というのはもうかなり 非常に的な面で、瀕死の状態にあったと、まず言うことが言えるわけです。そしていろんな手立てをしてきたけれども、えー、あの、言った言たその、ヨーロッパとかそういったところを集めて、まあ、その中国主導の、まあ、簡単に言ったら、その、基金というのか、まあ、銀行みたいなものを、えっ、ー、と、 まあ、あの作ろうとしたという苔ではなくって、えー、作っているわけですけれどもところが日本はそれに対して全く見向きもしなかったわけですねで中国のもくろみっていうのはなぜそんなことをしたのかというと対外的にはその公の目的というようなそういう顔をして専念をしてましたけれども実際にはそうではなくて、えー、それを通じて資金集めというような 詐欺行為を働くようなあものがあってですね、そしてその、えーまあ、銀行のようなものを組織していく中のいろんなこの決まり事っていうものがですね、非常にあの不透明で、普通に経済っていうものを、あるいはこの世の一般的な契約っていうことを、えー、常識に持っている人からすれば理解できないような内容が 非常に多かったわけですね。まあ、それもそのはずです。えー、正直、すべてを、あの、一般的な契約に基づいて、決まりごろに基づいてなしていくとするならば、中国の目論みっていうのを果たすことができないので、当然そういうふうにして、最終的にはその中国の狙いっていうものを隠しながら、えー、世界各 という風な感じで、えー、自らの国の延命を図ったんですけれども日本が参加しない日本に期待した、えー、大金というものが転が,あの転がり込んでこなかったというようなことで、まあ、出発したわけですねその構想に関しては。でまあそれ以外にもですね、えー、いろいろこ今一,一,一生懸命 生き残り戦略というような感じでなんとかなんとかこの今の経済危機というものを打破しようとしているわけですけれども、えー、なかなかそれがうまくいかないうまくいかないどころかますます厳しくなっているそしてその厳しくなっている要因の中の一つにはですね今その中国において、まあ、あの大富豪と言われているような人たちがどんどんあの中国を離れて 外国に移住してていってるわけでですねでそういった要因もあると同時にですね、えー、これまでその中国があまりその軍事費にですね、えー、巨大なその投資投資といいますかそのね財政を圧迫するほどに使ってつぎ込んできたわけですね。でそれが今年ですねますますその軍事費というものを この増大させていかなければならないような状況になっているわけです。経済が厳しいにもかかわらず。なぜそうしなければいけないのか。とは、えー、アメリカ、あるいは日本、そしてそこに何とか便乗しながら韓国がですね、えー、軍事演習を、共同の軍事演習を行ったりとか、えー、それから、あの、これまで日本っていうのは、えー、取るに足らない国だと、 思っていたわけですね自衛隊というものが組織してけれどもえ実際にはその,の力を行使することもできない、えーまあ、技術力はあってもというようなそういう日本であったんですけれどもところが今日本がですねその集団的自衛権というものを確立していく中で。 えー、日本のことではなかったとしても日本に飛び火してくるようなあ軍事的な危機が起こった時にそれをその集団的自衛権という名のもとに、えー、前もって阻止することができる立場に立っているということなんですね。 ですから、一般的に自衛権というのは直接的な自国に対するその攻撃なり脅威っていうものに対して対応することができたわけですけれども実際の本当の意味でのこの侵略というものはですねその直接的なものだけではなくて一つずつ一つずつ布石を打ちながら間接的にそして最後直接的にというような 戦略というものが、これが上等手段なわけですね。そういうその戦略もなしに、物事が起こると。で、えー、いる人たちが大体あるいは、えー、情報に騙されている人たちが、おおよそ集団的自衛権というものに対して誤解をして、えー、集団的自衛権イコール戦争だと。 いうふうに、まあ、洗脳されて反対しているというわけですね。ところが、ちょっと国際情勢や、いろんなものっていうことに関して知識を持っている人であればあるほど、この集団的自衛権の真の意味を理解しているし、戦争法案ではないんだということも理解しているわけです。ですから反対している人と分けて、えー、そういった知識を持たない人、 あるいはもう一つは、えー、ただ単なるその正義感だけに、えーえー、まあ、正義感だけを全面に押し出して、そして、えー、まあ、あの、騙されている人、ということに、が、まあ、ということが言えるんですよね。で、これは何もあの、馬鹿にしてるとかそういうことではなくて、それが本当なんだということをね、あの、理解してもらわないといけないと思います。まあ、そういうようなことでですね、 今、あの中国というのは、もう、あの、瀕死の状態を追っているわけです。そして、その次にですね、えーまあ、経済的な圧迫とともに、今、その中国国内における、えー、国民のお政府に対する、その、反感、あるいは反発心、というものが、これこれの、必要にならいことの大きなものになってきていると。 いうことなんです。で、皆さんもご存知のように中国というのは大きな国です。広大な土地を持っています。そしてそこに多くの人々が住んでいます。それを小さな政府で、えー、国民を管理していかないといけない。管理というよりも監視しなければいけない。ところが、 まあ言うならその1万人の人間を1人や2人で管理する。もうこれはいくら考えてもですね、もう無理なわけですよ。で、これまでは国民に対して、まあ雨と無知というような、えぇ、せ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 、この取ってくることができたわけです。まだ経済的に今のような状態でなかった時というのは。 厳しい決まりの中に国民を監視下に置きつつもそこにたまなりとも雨を与えてまあ水も甘いもというような状況で来たんですけれどももう今その国民に与えるものがなくなってしまって、えー、それだけではなくって、えー、その中国国民にあけるその人間の横暴さというものが生るようになって中国国民も 今もうどうすることもできないような状態になってきているわけです。そういう結果を沈めることができなければ中国というのは内部からも崩壊していかざるを得ない状態に、えー、いうことになります。そしてこの話はですね、えー、韓国の北にある北朝鮮。北朝鮮においても、 同じようなことが言えるわけですさてそのような中で今ですね中国においてもまあ、北朝鮮においてもこの瀕死の状態にあるわけですもうどうすることもできない状態にあるわけですそれを何とか延命させようと思えばあのいい人だったら何をするだろうかこれは、えー、少しでも 財政的に楽に楽なる道を選びそして再び国民の怒りを収めつつ財政経済の再建というところに向かおうとするわけです。ということはそれをするためには今一番何をしなければいけないかといえば一番 中国にとって弊害になっているものを取り除く必要があるわけです。えー、さて中国にとってあるいは北朝鮮にとって弊害になっているものって一体何だろうかこれが日本とアメリカということになるわけです。もちろん、えー、さらにそこに韓国ということもまあ言えるわけですけれども えー、韓国を取り込むことができれば、えー、その次にアメリカや日本っていうものを取り込みやすくなるわけですけれども、韓国は結構取り込まれつつあった状態でありましたけれども、日本とアメリカがだんだんとそれに対して、えー、反応しなかったわけですね。そして今の、この2016年っていう中にあって、 なんとか生き延びていくためには、中国戦がね、自らが生き延びていくためには、もう目の上の炭鉱部のような、その存在、日本の今の政権、安倍政権を打倒していっていく、ここでないわけ。それでですね、あの、つい最近、ちょっとこう、ニュースか何かで、あの、そこで聞いたんですけども、あれは古舘さんっていうんですかね、名前ね。 なんかこう、えー、まともに読んだことないんですけれども、あの方がなんかあの、えー、番組を降板するという話でですね、それはその安倍政権からの,の,の、政府からの、なんかこの圧力がかかったというような話があるわけですけれども、これはあのー、本当の、なんていうんですか、あのー、常識、常識というよりも、えー、ちょっとこの深い資料っていうんですか、 えー、そういったものを持っていれば、決してそうでないということが、まず分かります。で、今のところですね、今のところ、このメディアっていうものは、あの古舘さんも言ってます。えー、ほとんどがデマ報道であると。嘘800って言ってますね。ということはですね、あのー、政府によって圧力をかけられてという情報。これこそがまさしく、デマであり。 まあ嘘800だということになるわけです。なぜかといえば、えー、彼が降板させられた、そのもっともっと奥深いところにはですね、えー、今、あのー、話をした、その、打倒安倍政権というものが実は早いはあるわけです、えー。そのことゆえに、えー、とにかく、えー、原発の問題にしてもそうなんですけれども、ありとあらゆる、 その知恵を絞って今中国そして北朝鮮がとっている戦策戦略というものはもう安倍政権をいかにして崩していくかということしかないわけですえそしてこれはですね、えー、安倍政権あるいは安倍内閣これを倒すということで仮に前回のように、えー、安倍首相が その今の立場今の位置というものを失ってしまったとしても今の安倍内閣を大きくするその人脈というものが、えー、内閣を引き継ぎそして第2の新しい首相が立ったとしてもその志あるいは向かおうとする目的を同じする人物が立てば、えー、これは誰が立ってもいいわけですね。 ですので、ただ単に一人の安倍氏の4人だけを攻撃したとしても何にもならないということは当然よく分かす。ている。えーまあ、そこでですね、今回のその古舘さんですからね、と、えー、いうことについて言ってもですね、彼も本当のことを言いたい。しかし彼は言えない。えー、そしてその言えない理由っていうのを皆さんもこう考えていただきたい部分があるんですけれども、 彼は自らのその命に引き換えて,ても真実を話す勇気はあの持っておられる方なんです。ところが、なぜそういう方がですね、真実を未だに話せないのか。これも本当によく考えればね、あのわかる話で、 おおよそのこれまでの日本の政治においても政治の歴史においてもそうなんですけれども、まあ、世界の歴史においてもそうなんですけれどもね、えーまあ、いわゆる簡単に言ったら、まあ、あの悪の勢力というふうに言っていいと、まあ、いうことにしておきますけれどもその悪の勢力の上等としというのはですね、えー、自分たちにとって不利益な人間をお抹殺することだけが 手段ではないわけなんですよ彼。彼らにとって不利益ではあるけれども、生かしておく価値のある人間は生かすし、そして、えー、見せしめとして、えー、まぁ、あ、葬り去られる人間っていうものもいたわけです。利用できるものは、自分たちに 敵対するものであったとしても生かすし、えー、そして、えー、利用する価値があれば利用するというのは見せしめとして葬り、えー、去ることで反対する者たちに対する一つの威嚇をすることができるということなんですね。じゃあ、あの古達さんの場合はどうなんだろう。 えいうことですね。まあ、利用する、まだ、価値というふうに見ておられると思うんですけれども、えー、彼が未だにですね、その本当の意味での真実を言えない理由っていうのは、その、まあ、彼が仮に脅迫されているという,うことにしておきましょう。で、えー、今言ったように、脅迫というのはですね、 本人にはまず及ばない脅迫。これが最も脅迫するのにはですね、最高の手段に。もう古瀬さんのような人だったらですね、お前の能はないぞなんて言ったとしてもね、真実を話せばお前の命なんかないぞと言っても、何にも答えないんです。ところが彼の場合は、 例えば、彼の報道ステーションにおける仲間であるとか、あるいは親族であるとか、そういう人たちに危害を与えるぞと。言うような脅迫をされらされ,れば、彼の一番の、それは弱みなんですね。だから言えない。まあそういうことで、ちょっとね今ね、あの話が、 えーとそれれど,もあの本当にどこから逸れたかちょっとあの忘れてしまいましたけれどもとにかく今の、あそうそうまあその安倍政権の話政権の話とかね今、とにかくその安倍政権をいかに倒していくかっていうことが、えー、倒すことができ,できるかかということがこの中国の延命につながる。 ので中国、北朝鮮というのはそういったあ裏工作や戦略に対して今、躍起になっているということですね。えー、ちょっと今日の本題になかなかちょっと到達しませんけれども、えー、できれば今日,今日の一度ほどで,ですね一旦ちょっと終わろうと思っておりますけれども、えー、まあそういうことで、えー、今ね、ね中国はとにかくもうあの瀕、ー、死の状態にあるということです。そして えー、その安倍政権にしても日本にしてもアメリカにしても倒れることはありません。ということはですね、もうどうすることもできないような状況に陥るということの場合ですね。さて中国、北朝鮮がどうしていくだろうか、どういう手段に出ていくだろうか。そこがいわゆるこの最後の手段に出る可能性があるということになるわけですね。最後の手段。 まあ、いわゆるその自爆行為に走る可能性がないとは言えないということなんですよ。そういうことからまあそういったあのー、いろんな理由、えー、まあいくつかの今お話しした理由を踏まえてですねもうその限界というのが、えー、2018年そして2019年にってくるので今のままの状態で、えー、人間のあり方とか 意識というものが変わらなければ最悪の状態に突き進んでいくということをまず知っていただきたいと。まあ、そこまでまず一旦理解していただいて、じゃあ、私たち人間のあり方っていうのはどうあるべきか。どのような意識を持っていかなければならないのか。っていうこと。まあ、このことをちょっとお伝えしたいと,いうこと。 まあ、今日の一番の目的と、えー、講演会の目的ということになるんですけれどもまずあのえー、っとですねよく言われている言葉にですね「その今を生きる」という言葉があるんですね「今を生きる」これはあのよくあのスピリチュアル系の、えー、いろんなね、えー、チャネラーの人とか あの、バシャールと言われるような人とか、まあそういったあの人たちもそうなんですけれども、結構よく使いますね。が、えー、大切であると。決してそれはその間違った言葉でもないし、確かに今というものがリアルなものであるわけですね。そしてその今という瞬間すらも、おもう瞬時のごとくにして今ではなくなってくるということなんですけれども、 実はこれには本当の意味での裏があるということなんですね。こう今を生きるということの、そのね、裏返しで言えばですねです、未来に対する具体的な目標や、未来に対する具体的な、えー、計画、そういったものより、もちろんそういったものが あっってて悪いとは言ってませんけれどもそういったものからどん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 人々たちの意識を反らせて今楽しければれば今ワクワクしていればいいというそういう意識そういう価値観に持っていこう持っていこうとしているその霊的な悪なる力からものが そこにあるということ。これをあの知ってもらいたいんです。今を生きる。今。そして、輝く。今、ワクワク。キラキラ。聞こえがすごくいいわけですよね。しかし、これほど無責任な言葉はない。そこにないものは何かといえば、いつもユニタイムズで言っている 人間とはいかなる存在なのか。何のために人間は生きているのか。人間は誰もが喜びを求めているわけですね。ワクワクとか充実したい。そういうふうに思ってるわけです。ところが、今、おおよその人たちが行っている、その生き方、喜びの求め方、というのは、与えられた。あるいは、 えー、囲われた枠の中でその中でなんとか精いっぱい生きようとしているそれが今の現状だということなんです、えー、これちょっと言葉で説明するのがですねえー、まあ難しいといえばちょっと難しいんですけれどもまあ簡単に 簡単に言うならばですね。簡単に言うならばというか、まあ、やはりそうかな。あの、檻の中に、みんな閉じ込められていて、本当は人間は檻の中で暮らすべきものじゃないんだけれども、その檻という囲いがあって、その中で与えられている環境の中でだけ、なんとか精一杯生きようとしているというのが、今の人間の姿なんです。 ですから、ある面見方によれば、一生懸命、えー、えー、生きてると。美しい。そういうかもしれんけれども、しかし、これは、本来の人間の生きる姿じゃないということなんです。そして、その、おのおが、結局、まあ、厳しい言葉で言えば、みんな、 人に害を与えていないようですけれども、みんな自己中心的な生き方なんです。今を生きるというのは自己中心的な生き方なんです。檻の中に与えられた資源というものは一定量の資源があるわけです。そして一定の価値があるわけです。そこに一定の資源があって、 そして、えー、その、檻の中で与えられた自そして、檻の中で与えられた人権というものが保証されているわけですけれども、今の、その中で今を生きるという生き方というのは、正確なことを言えば、他者を見つめて生きているのではなくて、いかに自分が 喜ぶかいかに自分が充実しているかいかに自分が楽かというところにスポットが当てられているということなんです。一つのちょっと例えを言いますとその、まあ、仮に檻の中に100人の人が住んでいるこれが今の地球だとしてその100人が住んでいる まれた地球の中に100個の食料が与えられました100人住んでいるわけです1個ずつ分け合えばちょうど事足りるところが今の社会というのはそうではないんですねその100個のものを100人が 奪い合いをして、そしてあるものは3つ獲得し、あるものは1つ獲得あるいはあるものは知恵を使って10個獲得し、というような状況が今の人類の状況で、100人いて100個の物資しかない。そして1人1個ずつを、 受け取ったとするならばまあなんとか平均的にいいわけですけれども2つあるいは3つを手にする人5つを手にする人いるわけですということは1つも手にしない人もいるということなんですねで何かこう話がですねこの非常に無謀なような 話に聞こえるかもしれませんけれども、しかしこれが今の実際にこの地球上で起きている現実だということなんです。今を生きるという人たちにおいても同じようなことをしたわけなんですよ。そしてそういう中で少し気づき始めた人たちが、ああ、これではいけないと言って、周りの人たちに目を向けて、 いろんな支援活動を始めたりもしてるわけです。で、特に5年前の震災の時には、世界各国から多くの日本に集まり、日本国内で多くのボランティアの人たちが援助、あるいは支援活動というものを行ってきたわけです。あれからまあ5年と、 いうわけですけれどもその間いろんな人たち支援に、まあ、活動というものを始めてきましたそして今もおその活動というものがどん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 広がってはきていますところがところがなんですよはっきりここで、えー、言えることはもうその支援する 人たちも実は限界に来ているということなんです。周りの人たちに与え続けるということはすごくいいことなんですね。江戸の檻の中の100人というこをすればですねある人は3つある人は5つところが持たない人もいるで持たない人を何かしなければいけないと。 いうことで3つ持ってる人が残りの2つを手当与るならばいいんですけれども今のこの地球上で起きている支援というのは1個,1個しか持たない人がその半分を他者のために与えるというそういう支援になってるんですそれは間違ったことではないし素晴らしいことなんですけれども1個しか持たない人が その半分を持たない人のために与える。そして、その半分しか持たない人も、他者のために、その半分をさらに半分にして、持たない人に与えるというような、そういう支援の状況が今の支援の状況。要するにそこには何があるかといえば、周りのためというのではなくて、 自分自身のために一生懸命輝こうとしている人。そういう人たちがいて。そして、自分はいいけれども、周りの人たちになんとか、という人たちがいて。あるいは、どうすることもできずに、自分自身が生きていくことさえも、もう限界に来ている人たちもいる、ま。あ そういう三種類のいる、三種類の人たちがいるとして、一生懸命頑張っている、していこう、自らを犠牲しても頑張っていこうとしている人たちも、今、もう限界に来ているということですね。これまではなんとか、やり過ごすことができた。続けていくことができたわけでれども、もうその支援というものにも、 今、限界が来ているという、この現実があるということなんです。そのことをまあ知っていただきたい。まず。じゃあ、どうしたらいいのかっていうことをですね、ここで最後に考えていきたいです。これは、本当は、小学生でも分かるような話なんですね。小学生でもな分かるような話。今、その限界に来ているという話が、 日本の支援、日本国家におけるそれぞれの支援とか、あるいは助け合いというレベルではなくて、今の,のというレベルは、今この地球規模で起こっている限界ということなんです。要するに、一方的に受ける人が存在し、そして、えー、一方的に自らのためだけに生きる人も存在し、そしてその間で、 一生懸命支援をし続ける人たちがいるという中で、もうこの地球規模での限界が来ているということになるわけです。じゃあどうすればいいのか、本当はこれはもう非常に単純な話なんです。話は単純なんです。ところが、それを実現に向けていくということがいかに難しいか。何が難しくしているのか。 っていうことでですねでいかに簡単かというのはですね、えー、先ほどの話じゃないですけれども、えー、また別の話で言えばこの宇宙には原理原則というものがあって地球と太陽の関係においてもその他の惑星とか星に構成ですねおいても一緒なんですけれども必ず自転というものと公転というものがあっていわゆる自転というものは自らのためであり 光というものは、えー、地球は太陽のためでもあるというですね。これは太陽においてもそうなんですけれども、地球が公転しているからこそ、太陽という存在が維持されているわけです。これが事実なわけで,で。で、地球の自転が止まったときに、周りを回るという高転というのも失われ、こがわれればですね、 地球自体だけの問題ではなくなって、宇宙に波及するような問題になってくる。もう単純な話なんですけれども、この辺の話になってくると、それこそ、まあ、物理学の専門的な知恵を持っている人でも、なかなかそういう発想にまでは結構至らないことが、まあ実は多かったりするわけですけれども、この辺の話になってくると、まあ、小学生っていうわけではいきませんけれども、たださっきの、 100ないものを100人でどう,どうしゃらら、分け与えていくことができるだろうか。一人は一個ずつという、これがいいことに当然なるわけですよね。ところが、さらにどん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 、ええー、まあ、細かなところを見ていけば、実は100人いてもですね、 体の大きな人もいれば、体の小さな人もいる。あまりこの食をたくさん取らない人もいれば、えー、少しの食では足らない人もいる。そうなってきたときに、今度100人に100個のものを100人で分けるというのではなくて、状況に合わせて、うちは、私は半分でいけるよ。ああ、じゃあでもあそこはね、1個じゃ足らないよ。 二ついるねとか、同じ百個で変わらないんだけれども、そして百人で変わらないんだけれども、一人一人が受け量が変わってくる。ですけどそこにはなな,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 なくて、そしてそれでやっていくことができる。これが本来のもう単純な考え方なんですけれども、それができていない。ちょっと空気を変えてですね、例えば。 今、人口問題で言われてます。本当に人口問題っていうのがあるのかどうか。そして人口が今、どん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 増えているという話もあれば、えー、その少子化だ、少子化だと言ってる話もある。特にアフリカやいったところでは、少子化なんて当然ないわけで、まあ人口が増えていったりしてるわけです、ね、それから中国も一人っ子政策をやめて、まあこれからはあの人口もまあ増えていくでしょうけれども、それでも人口が増えたとしても、 本当の意味での人口問題っていうのはどこにもなくて、まだまだこの地球上には、えー、住むところがたくさんあるわけです。住むところがたくさんあるわけですけれども、住ませないようにしているのは人間。そ困っているのも人間で。人口が増えれば増えるほど、じゃあエネルギーの問題、食料の問題どうするのか。本当にエネルギーの問題ってあるんでしょうか もう、この放送を聞きの人々においては、えー、もう、あのー、周知の事実というようなことでですね、エネルギー問題なんて本当はどこにもないんです。あるのは人間の心の問題だけですね。じゃあ、食料問題、なんでしょうかどれだけの食料が毎日無駄に捨てられてるでしょうかあるいは、それだけではなくて、海洋資源のようなものは、 まだまだ手をつけられていないものでもあるわけです。ですけれども、海洋資源っていうところはこれから未来の話であって、今、この現実でにも,でもそうでした、今年始まって今、1ヶ月、2ヶ月が過ぎましたけれども、食料不足だ、食料不足だと言っている中にあっても、どれだけ日本において食べれるものが廃棄されているか。 ですから食料不足だというのも馬鹿げた話ですこれは日本国内だけの話ではなくて本当にあの食べられない人たちがたくさん世界にはいますしかしそれらの人たちに分配していったとしてもこの無駄になっている食料世界にある無駄になっている食料というものを分配していっただけでもそれでもまだあまりある 食料というものがあるんですさらにはまだまだ手をつけられていない海洋資源まで考えればこれから先10年20年経って,いてもどれだけ人口が増えていっても本当の意味での人口問題や食料問題エネルギー問題などというものは一切起きないですけれども、えー、それは起きないというのは 人間のあり方や人間の意識が変われば起きないという話で、もしこのまま変わらずにですね、本当の意味での無駄をなくすという、簡単に言ったらそういうことですけれども、そこに行かない限り、2018年、0 1 4年、遅くとも年後には、一つの経済的な危機を迎えて、 そして軍事的な危機を迎えることが非常に現実的になるということです。じゃあ無駄をなくすにはどうしたらいいんだろうかなぜ無駄が起きているんだろうかどこに問題があるんだろうか犬や猫、そういったところに彼らに問題があるんだろうか彼らも被害者ですね。じゃあ今のこの経済システムという そのシステムに問題があるんだろうか。システムを変えたら、なるんだろうか。違いますよね。どんな素晴らしいシステムといえども、人間の在り方や、人間の意識というものが、すべての無駄を作り出しているわけですから、これで無駄がないだろうというような、 えー、ものを作り出したとしても、そこに今の人間の心という、あるいは意識というものが変わらなければ、完璧なようなシステムであったとしても、そこには必ず何らかの可能穴、あるいは欠陥というものが、えー、生じてしまうであろう。ということは、もう考えるまでもない、言うまでもない。ということになります。 はい、えー、まあそういうことでですねうんまだまだちょっとね、えー、そうですねあと少しだけちょっとこう、えーまあ、お話しさせていただきたいなと、まあ、思うんですけれども、えーまあ、今はですねあの人間のあり方とかあるいはうんその意識の問題っていう話をしましたけれどもただこういう話をしてもですね ななかなか実感とししては難しい本当にあの今を生きるという中にしかないそれはなぜかといえば人間というものが本当にどれだけ素晴らしいかこのそうですね今の人間の社会の中で生きている、えー、その人性というものがいかに本来味わうことのできる素晴らしさからしたら小さいものであるかということを 知らないだけなんですよね。で、まあ、ちょっとこう簡単に考えてみると、一般的には、まず、朝起きて、えー、そして、えー、まぁ、あ、一人暮らしの人もいれば、まあ二人で夫婦で暮らしている人もいる。子供がいて家族として暮らしている人もいる。まぁ、あ、いろいろな形の朝の出発があります。そして、えー 食事をとって、職場に行ったり、あるいは自営業の人はそこで仕事を始めたり、で、夕方の4時、5時、6時、一般的には仕事を終えて、家に帰るそ。そして、食事をして、多少の一日間、あるいは何か趣味をしたり、というようなことで、夜の時間を使い、 そして、眠りについて、また朝を迎える。まあ、このような、ことを、週休二日制の仕事であるならば、まあ、例えば月曜日から金曜日まで、そして土曜日と日曜日は羽を伸ばしてと、いうような、そしてそこで、ええー、まあ、行きたいところに行き、会いたい人に会ったりとか、楽しい時間を過ごすというようなことをしている、 そしてそれが当たり前だと思っている。まあ大体基本的に一日働くのが8時間だと思っている。誰がそういうふうに決めたのか。で、本当にどうしなければならないんだろうか。で、実際に、本当に面白いな、もしこういうことがあればというのは、えー、まあこれから10年後、 20年後、そういったところから、まあ10年先、20年先と言った方がいいかもしれませんね。えー、先から、えー、まあ未来人がやってきたら、本当にあのー、面白いな、と思いますし、あるいは、えー、その10年先、20年先に、今、瞬時に行って、その映像だけでも見てくることができれば、面白いなと思うんですけれども、 これから、ここに、えー、間違いなくなんですけれども、もう5年、10年経っていく先にはですね、この8時間働いてる人なんていないわけです。週休2日制なんていうのは逆です。週休、まあ、5日制みたいな感じですかね。はい。まあそうやってやることで、生きていくことができるんです。今やってることがいかに、 そのおろかことかっていうことにねあの本当に気づいてほしいですしそれから今を生きるという中であなたにとって本当に充実した時間って一体何なんだろう何が人間の心の中に充実感を与えるんだろうかこれをですね まあ、あの、知ってもらいたいんですけれども、えー、ヨニータイムズから言えば、まず、何がなく、何はなくともというね、えー、親子なんですよ。親子。夫婦とか恋人同士ではないんですよ。一番の人間本質の根本の根本。つなぎたくてつなぎたくて仕方のないところ。 っていうのは親子なんですよここから全てが始まるんです。親から愛されて大切にされて親からすれば本当にあの自分を慕ってくる三3つ,3つそういった小さい子が自分を頼りにし,し,し,て,してくる。 親は子供を大切に育てそして大きくしていく子供は親にしがみつきながら大きくなってそしてだん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 大きくなっていったら今度は親を喜ばせる親のために生きていく親と子が本当に心を一つにしていくこの関係をどんな人であっても まず第一に充実した一番大きな喜びとして感じ,じるているところが、それが得られないもんだから、ただ単に自ら自身の仕事であるとか、趣味であるとか、あれは人間関係とか、そういったところで喜びを得ているんです。人間は 無意識のうち意識しようが無意識であろうが必ず行いには喜びを求めようとしているものがあるんですねそして大きな喜びを得る道があるにもかかわらず今を生きるという中で目先の喜びしか見出すことができていないそしてそれを気づかせよう気づかせようといういろんな働きがあっても気づこうとしない そこに耳を貸さない。堅くなに今を生きよう。そして未来が見えないがゆえのいた方のない状況の中で、一生懸命今のシステムの中に埋没しながら生きている。そこから抜け出そうとうもちろん努力も、あるいはそれ、そういう発想すら当然持ち得ない。 しかし知らなければいけないもうこのシステムは変わっていこうとしてところがその中にまず人間の意識が変わらなければどんなシステムがやってこようと用を足すことはできないまず親子ここなんですよねでそれが完全に作られて初めて次に友人関係であるとかあるいはその友人関係 そういった横との関係の中で咲いてあるものというのが夫婦なんですよね親子っていうところが完璧にその絆が作られて夫婦というものがまあ夫婦の手前、えー、前にはまあ恋愛っていうようなこともまあ,あるんでしょうけれども恋人というものがあるわけですねしかしその次に、えー、その前にまず親子なんですねそして恋人 で、夫婦となって、次に子供っていうですね、で子供を愛していく、育て,てていく。ここに喜びがあるんですよ。人間はどんだけ美味しいものを食べたとしても、どんだけ自分が欲しい物質的なものを手に入れたとしても、あるいは自分がどれだけ素晴らしい作品を作ったとしても、 あるいは素晴らしい仕事をしたとしても、そういうものではない、親子、夫婦、あるいは家族というふうにまあ言うわけですけれども、この大切さというものに気づいてもらいたい。そしてその大切さを気づいて、そしてなぜ家族が崩壊するようになったのか。 なぜ家庭が崩壊するようになったのか。その理由は簡単です。今日の言葉で言うならば、お父さんも、子供も、みんなが今を生きるという生き方しかしなくなったからです。今を生きる。お父さんも一生懸命今を生きる。お母さんも一生懸命今を生きる。自分がいかに充実するか。 自分がいかに輝くか、自分なんですね。そこには、何の手を取り合って、手を握り合って、に、喜び、楽しみ、苦しみも悲しみも、共に味わっていこうという世界がない。苦しみや悲しみは、できるだけ遠ざけよう。 できるだけ見ないようにしよう。自分自身がいかに喜べるか、自分自身がいかにワクワクするか、自分自身がい,いかにか、という、そういう、人う今を生きる。っていうところになってしまっているんです。さあ、ここはですね、えー、以上で、えー、まあ、終わりと、終わらせていただきたいということですけれども、この、家族という話についても、もっともっと、 細かな、えー、詳ししいいい話を、まあ、しててきたいと思っておりますけれども,も、この辺についてもまた、えー、ユニタイムズのひし形理論というものを、まあ、入門編とかまとめてありますので、まあ、そういったことを、まあ、そういったものを知っていただきたいと思いますしそれから、えーまあ、ユニタイムズでもですね今言ったようなその今を生きるではなくて 本当にこれから、えー、来るべき未来に備えて、やらなければならないこと、というのを、今、あの、全国の、いろんな人たちと、こう、共に手を取り合いながら、活動をしていますけれども、もっともっと多くの人が気づいて、そして、何かを一緒にする、ということが、えー、その、仲間ということではなくて、やはり、そういったことも当然、 必要ではありますけれども、こういったあの、ユニタイムズ講演会、えー、聞いていただいた方がですね、じゃあどういうふうに生きるべきなのか、人間のあり方って何なのか、どういうふうに意識を変えていったらいいのか、その、どういうふうに、一体何なのか、っていうことを、えー、確認するために、あるいは、えー、つかみ取るために、ぜひ、えー ていいきたいなと思っておりますので、えー、そういうふうなことを思われた方はですねぜひ、えー、このユニタイムズの方にアドレスがインフォアットマークユニミックス .jp となっておりますのでぜひぜひ、えー、そちらの方に、えー、ご連絡いただけるとありがたいと思います、えー。以上かな。 はい。じゃあ、そういうことでですね、大変申し訳ございませんが、本日は、えー、質疑応答というような、えー、ちょっとこう、形に、えー、取りにくいちょっと状況に、えー、ありまして、えー、本来ならば、まあ、そういったところまで行きたいんですけれども、できません。で、何か今日の内容についてでも、また質問等ありましたら、ぜひ、メールをですね、 お送りいただきましたら必ず、まあ、返事の方は書かせていただきますので今日は以上で終了ということでご了承くださいませ、えー、も,うもう一度申し上げますけれどもユニタイムズ宛先は info.unimix.jp となって、えー、おります、えー、次回の放送ユニタイムズ講演会の方は第4水曜日夜の7時からになっておりますので また、よろしければ、お聞きください。そして、聞きたいと思いますので、ぜひぜひ、そちらもよろしくお願いいたします。そして、えー、よろしければ、今、えー、している、その、プロジェクト、活動に関して、えー、何ができるかわからないけど、ちょっと手伝ってみようかな、と思うというような、そういった声などもかけていただけると、非常にありがたく思います。 はい。それでは、あのー、今日のユニタイムズ講演会、以上で終わっていきたいと思います。どうもありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。